エナライオンのプルーフ66スターウルトラカメオ、世界で一番、グレードが高いエナライオンを落札することができました。いやこれ日本人と電話つないでるとかありえますよね。こんにちは、アンティークコインマニアの渡辺です。先日のヘリテージオークションでですね、ウナライオンのプルーフ66、スターウルトラカメオというですね、世界で一番、グレードが高いウナライオンですね。もちろんこれあのオリジナルです。2019年のモダンだったりオルダニーだったりはしませんという金貨をですね、144万ドルで落札することができました。ありがとうございます。これはね、ウナとライオンの、ワールドレコードになります。これまでは、2020年の、モナコに出てきた PF66 が80万ユーロプラス 20% の手数料なので約100万ユーロっていうものだったんですけれども、それを超える入札金額となりました。金曜日の朝こちらへ YouTube ライブで生中継をしていまして、見てくれていた方にたくさん祝福をいただきました。ありがとうございます。その中でね、いくつか質問をいただいておりますので、その質問に答えつつ、今日はですね、そのライブのですね、ハイライト動画をお届けできたらなと思っていますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ質問に答えていきます。まず反響はどうですかっていうのですけれども、見ててくれたですね、依頼主さんですね、このコイン入札してほしいって言っていただいた、依頼主さんはじめ、お客さんであったり、ディーラー仲間、国内外のですねディーラー仲間からすごいねと、おめでとうと、マジっすかみたいな感じの反響をいただいています。これだけの金額のコインの、入札を依頼してくれるお客さんを抱えているディーラーっていうのは、世界にもほとんど、数えるほどしかいないのかなと思っておりますので、とても、誇りに思っております。改めて、皆様のおかげです。ありがとうございます。次ですね、かなりじらされましたねという質問ですね。はい、これからの動画見ていただけたらと思うんですけど、まずねスタートするまでにとても時間かかって、おそらくフォンビッター、電話でね、現場にいるスタッフと、多分ちょっとインターネットとかあんま使えないような方と、電話でつないで、現場にいるスタッフが電話と通じながら、どうしますかどうしますか行きますかみたいなことをするんですけれども、そのフォンビッターの方との、接続が多分あんまうまくいかなかったのかなと。それでかなり待たされましたね。なんで接続の何でしょう、時間のかかり具合とかだと、やっぱ海外、アメリカからの海外なので、なんか僕は結構日本なんじゃないかなと思います。で、結構やり取りに時間がかかっていたので、例えば日本のコインショーとつないで、コインショーの先にまたお客さんがいるみたいなこともあり得るのかなとかちょっと思っています。なんでフォンビッター、かなり強敵というイメージが大きいので、どこまで行くのかなというふうに思いましたが、無事勝ててよかったですという感じです。はい、次ですね、ビットのボタンを押すのむっちゃ早くないですかっていう質問をいただきました。はい、バレましたねという感じなんですけど、これはですね、相手の心を少しでも折ろうという戦術でございます。結構ねフロアとかだと、やっぱこうやって自分の札を上げて、もう絶対に俺は下ろさないぞ、このもうロット絶対落とすんだっていうふうに一生時を見せることによって、なんか人ちょっとどこまでも行きそうだから、勝てそうもないから降りるわってなってね、下ろさせるみたいな戦術を取るんですけれども、インターネットだとね、そういうことはできないということで、ネットではね、僕のね今のところ仮説なんですけども、やっぱ僕がやったみたいな超クイックレスポンスですねをやることによって、相手の気をそぐというか、なんかもう何も考えずに押してきてるわこの人、もう全然無理だわみたいな風なニュアンスを出せたらなと思っています。まだまだ仮説なんですけれども、僕の中ではかなり、確信持っています。なんで今回も500万くらいはこれで金額下げれたんじゃないかなと思ってます。で、今回の場合だと特にフォンビッターの方迷っていたので、どうしようかなどうしようかな行きますってなった瞬間に、次の落札入りました、どうしますかって言って、みたいな、もうみたいな、そこですよね。やっぱ心理的に相手に圧力を与えるっていうのは、当然考えてやっています。なので、オークション屋さんがね、クイックレスポンスとか、nothing to worry って言ってるのを言わせたのがね、僕的にはすごい、満足です。
うちの意図を明確に感じ取って、それを言ってくれたの、言葉に出してくれたので、まあ、その時点でなんかあこれいけるなという感じが実はありましたと。次ですね、まあ、なんで委託するんですかということで、まあ、僕にこうやってなんか LINE とかメールとかで質問をしてくる人とかはね、いや自分でアカウント作って入札すればいいじゃんと思うとは思うんですけれども、まあ、まずネットの操作に慣れてない方とか、まあ、英語のやり取りとかにやっぱ不安ある方っていうのはやっぱたくさんいますし、まあ、海外との業者とのやり取りですね、やっぱ信頼できるのかどうかみたいなとか、やっぱ不安だとか、あと海外送金ですね、海外送金でやっぱりじゃあアメリカに500万円送金しますってなったら、普通の個人からのアカウントから出すと、これ何のための送金ですかとか、まず海外送金をするために外貨用の口座を作ってくださいとか、銀行に来てくださいみたいな。銀行によっていろいろ違うと思うんですけれども、やっぱやり慣れてないとね、結構めんどくさいし、まあ心理的不安というか負担が大きいです。結構根掘り葉掘り銀行聞いてくるので、これ何のための資金ですかって。別にね、銀行の人は仕事だからしょうがなく聞くんですけども、やっぱこっちとしてはね、なんかあんま聞かれて気持ちいいものではないので、まあそういう中で、うちの入札代行を使ってもらえると、国内のね口座に入金するだけなので、まあ非常に楽だし、まあまあ当然ね、その入札の手間ですね、まあ、ヘリテージだけじゃなくて、世界中あらゆる種類の、オークションがあるんですけれども、でそこにいちいちアカウント作って、レジスターをすると。で結構やっぱ高額のコイン狙っていると、でお前は誰だと、なんかこう今までのオークションの来歴というか、今までどういうオークションでコインを落札してきたんだと、お前のコレクターとしての経歴を見せろみたいなこと言われるんですけども、そんな言われたって普通の人ないじゃないですか。まあうちだったらね、もうアンティコインギャラリアとして、まあ、世界中のオークションで落札しているので、ああオッケーオッケーというふうになってるし、まあほもほものアカウント開いているので、まあその辺も問題なくできる、まあ、その手間も、省けるよという感じですかね。はい。まあ、あとは、まあ、深夜とか、早朝になっても、僕が、頑張って対応しますよというような感じでございます。はい。ということで、まあ、うちの委託サービスはですね、まあ、そんな感じになっております。ということで、はい。お待たせしました。それではね、当日の興奮ですね。僕の緊張と苦悩と焦りというか、すごい緊張感が詰まった、動画になっておりますので、ウナライオン落札のハイライト、どうぞ見てください。ではどうぞ。冷めますね。ためますね。ウナライオン。
電話で参加するフォンビッターを待ってるみたいですね。いやー、これ日本人と電話つないでるとかありえますよね。国際電話だからなかなかつながないみたいな。さあ、
疲れた。はい、いや、落としました。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ああ、疲れた。むっちゃ溜めましたね、このお姉さん。ああ、きつかった。きつかった。よかった。いやー、ちょっとまだドキドキは止まりませんが。いやー、手に汗握りましたね。お付き合いいただき、ありがとうございました。またの機会によろしくお願いいたします。バイバーイ。失礼します。